あれ、ちょっとこれ故障してるよ。グッモーニング、さあ始まりました緊急ヒーロー特番。今日は一体どんな逮捕劇を披露してくれるんでしょうか。え、なんだおい、何の連絡も来てねえぞ。今回のターゲットはこちら、殺人犯ネクスト、カブラギ T 小鉄。シュテルンビルト在住のサマンサテイラーさん68歳を殺害した容疑がかけられています。はあ、殺害現場の被害者宅からカブラギ T 小鉄の指紋が検出され、現在緊急指名手配中です。何なんだよこれ。サマンサおばさんが。犯人はこの男だ。こいつはカブラギ T 小鉄。カブラギ T 小鉄、許さない。サマンサおばさんにまだ何も恩返しできていなかったのに。危険な力を持ったネクストである可能性が高く、さらなる被害者が。お父さん、分かってるよおばあちゃん。だってお父さんがそんな悪いことするなんて思わないよ。嘘つきでかっこ悪いけど、お父さんは人殺しなんてしない。絶対。嘘。お父さんがワイルドタイガー。ごめんね、おばあちゃん。おい、アニエさんよ、これ一体どうなってんだよ。どちら様。俺だよ俺、小鉄だよ。小鉄、カブラギ小鉄。なあ、今局の近くにいんだけど、どうしたらいいんだ俺。カブラギ小鉄が OBC 付近にいるわ。みんなすぐ現場へ行こう。え、わざわざ宣戦布告してくるなんていい度胸ね。逃げ切れる自信があるってことかしら。はあ、何言ってんだよアニエス。あ、くそ。お前ら、やっと現れたね、殺人犯。さあ、神妙にお縄を頂戴するでござるよ。おい待てって、ヒーローの俺が殺しなんてするわけないだろう。これ何かの間違いなんだって。自分でヒーローだなんて、ずいぶんずうずうしいこと言うね、この犯人。は？は？は？だから俺だよ俺、よく見ろって。カブラギ小鉄。そう。よし逮捕。いや、どうしてそうなんだよ。なんでお前ら俺のことがわかんねえんだよ。あ、しまった。なんであいつら俺のこと覚えてねえんだ。あ、ベンさん、俺だ。乗れ。よかった、あんたは覚えててくれたか。ベンさん、まさかあんたまで俺を忘れちまったんじゃないよな。黙って乗ってろ。おい、警察は勘弁してくれよ。本当に俺は何もしてねえんだ。信じてくれよベンさん。落ち着け小鉄、お前それでもヒーローか。え、ったく、俺がお前のことを忘れるわけねえじゃねえか。あ、すいません。何があったって忘れねえ。
俺はお前のファンだからな。これって？ああ、懐かしいだろう。俺とお前の思い出が詰まったスーツだ。いつも肌身離さず持ってんだぞ。ベンさん。でも驚いたぜ、小鉄。テレビつけたらいきなりお前が殺人犯扱いでよ。こっちは逃げるのに必死ですよ。おまけに折り紙やドラゴンキッドは俺のことをきれいさっぱり忘れちまってるし、何がどうなってんだか。だけどそうなると気がかりなのはバーナビーだな。ええ、きっとあいつも他の奴らと同じように俺のことなんかこれっぽっちも覚えていないでしょうね。どうすんだこれから。俺が本物のワイルドタイガーだってことを思い出させてやりますよ。どうやって？なーに、必死に訴えかけたらあいつらにだってきっと伝わります。殺人犯カブラギ T 小鉄の目撃情報が入りました。カブラギ容疑者はタクシー運転手を脅迫し逃亡を図っている模様です。現在車は停車しており、運転手と何やら揉み合っているようです。カブラギ容疑者の姿を捉えました。何でしょうか、元祖ワイルドタイガーのスーツに身を包んでいるようですが、一体彼はどういったつもりなんでしょう。なっと、カブラギ容疑者のもとへ一番に駆けつけたのは風の魔術師スカイハイだ。サマンサ・テイラー殺しの犯人、カブラギ小鉄、おとなしく投降したまえ。懐かしいだろう、お前らと一緒にヒーロー TV を支えてきた元祖ワイルドタイガーだよ。続いてロックバイソン折り紙サイクロンが現場に到着しました。出やがったな、カブラギ小鉄。今度は逃がさないでござる。おお、お前らも来たのか。ん？は？誰だこのコスプレ野郎は。また悪趣味でござるな。いや俺だよ、俺ワイルドタイガーだよ。この姿見ても思い出さねえのか。ほらワイルドに吠えるぜ。ふざけた真似を。あ、しわくちゃなおもちゃスーツで押さえてんじゃねえ。おもちゃじゃねえよ、本物だ。よくもそれでワイルドタイガーの名を語れるでござるな。いやどうしてそうなんだよ、お前ら俺のこと。どうもこうもねえ、てめえみたいな悪党を捕まえてポイント稼ぐのが俺たちの仕事なんだよ。悪党だ？お前親友の俺に。親友だと？何舐めたこと言ってんだ、下道の分際で。んだと？いい加減にしろよこの野郎。ワイルドに吠えるぜ。さすがはヒーロー、無差別も余念がありません。ゾクゾクしてきたわ。完服です。
系のネクストか？深く二度も取り逃がしたでござる。まだそんなに遠くには行っていないはず。近くを捜索するぞ。いって硬すぎなんだよあの牛。この姿を見てもダメってなるとどうすりゃいいんだ。視聴率番組史上初よ。あなたのおかげね。皆様お待たせしました。ヒーローレーティング結果発表です。ワイルドタイガどうすりゃいい。どうすりゃ。このままじゃ。こっちにいたよ。早く。だっくそ。待ちなさい、カブラギコテツ。くそ。いちかばちか。もう一度やるしかないか。殺人犯カブラギ T コテツ。またも元祖ワイルドタイガーの衣装に身を包んで現れた。ヒーローたちを前にしてコスプレとは一体どういうつもりなんでしょうか。もう逃げられないわよ殺人犯。それに何その格好。お前と一緒に戦ってきたワイルドタイガーじゃねえか。忘れたのか。はあ、ワイルドタイガー。どこが。いい加減罪を認めた方が賢明よ、カブラギコテツ。よく見ろって。俺だよ俺。覚えてんだろ。お前が悩んでる時に相談に乗ってやったりもしたじゃねえか。何言ってんの。え、それはワイルドタイガーの話よ。なんであんたが人のプライベート知ってんの。だから俺がそのワイルドタイガーだって言ってたろうが。それ以上わけわかんないこと言うと容赦しないわよ。わけわかんないこと言ってんのはどっちだよ。お前、俺があげたタオルのことも忘れちまったのか。あ、思い出せよ。ほら、俺がコーヒーこぼしてお前のタオルダメにしちまって、その代わりに素敵なタオルあげただろ。本当に俺がワイルドタイガーなんだって信じてくれよ。騙されないで。いたいた、タイガーのコスプレ男。それでワイルドタイガーだなんておふざけが過ぎるわね。もう逃がさないからね、コスプレタイガー。なあ、どうしたんだよお前ら。俺たちずっと一緒に戦ってきた仲間じゃねえか。何言ってんのかしら、気味の悪い男。早く連行しちゃいましょう。ワイルドに吠えるぜ。
賜物でしょう。もっと過激なエリートらしくね。この瞬間、視聴率がうなぎ登りだ。ぐんぐん来てるわよ視聴率。台無しにする気？台無しにするか。ちゃんとしなさいよ。これが貴様の最後なのか。ルナティック、鏑木虎徹、貴様の正義はこんなところでついえてしまうものなのか。お、どういうつもりよ。あんた殺人犯をかばう気？いいな、私はタナトスの声に従うまで。ルナティックのやつ、どうして俺のことを。にしてもさっき俺がブルーローズに話しかけたとき、あいつ一瞬迷ったよな。だったら。お嬢ちゃん、迷子にでもなったのかい？いえ、あの、私バーナビーに会いたいんです。バーナビーに？うん、バーナビーならきっと私の力になってくれると。そうか、お嬢ちゃんはバーナビーのファンなんだね。ありがとう。しかし彼は忙しくてね、今はお願いを聞いてあげることができないんだ。ごめんよ。こんな視聴率番組史上初よ。あなたのおかげね。ゆ
待たせしました。ヒーローランキング結果発表です。ワイルドタイガー